ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も FF11 やっていきましょう。はい、ウィンダスは夜の方がいいですね。この満天の星空いいですね。月が見えないな月が見えないな。今風曜日だから多分緑の月が見えると思うんですけど、さっきは見えたんだけど、あれかな、木の裏にいるのかな、なんてこったいちょっと風流をお見せしたかったんですけども、はい。さて、前回偶然なんですけども、シャントット様からこのトライアルポールをいただきまして、潜在消し、してきました。これを使ってめちゃくちゃに壊れるまで、使い倒してこいってことなんで使ってきました。じゃあ、これのクエストね、やっていきたいと思います。これ実は断ったりとなくしたよとかいう選択肢をするとなかなか面白いリアクションをするらしいんですけども、もう今更できないんでそのうちね、銀融詩人からの思い出から見てみたいと思いますけども、また300点稼ぐの大変なのよ。またメリポも溜まってきちゃったのよ。あらあら、これは見事に壊れましたことね。とっくに入れ込みすぎて周りの人間関係も壊れてなければいいですけれど昔はいたね、レベル上げでこっそり潜在落とすやつ、いたいたまあその辺は私の知ったこっちゃありませんことね。さて、特訓の成果を見せていただきましょうか。試練の場所はイフリートの釜ですことよ。試練をくぐり抜け、試練の書を取っていらっしゃいなさい。なんでそんなとこでやんの。頑張ってピカーンと新しい技をひらめくんですわよ。それロマンシングさがな。試練と相手してそういうものですからね。おほほほほほ。はい、そっか、トライアルポールで戦えないのか。じゃあ普通に剣で戦っていいってことだな。よし、だって両手こう持ってないもんな。あ、虹杖があるか。いや、あれ殴る杖じゃないしな。はい、じゃあイフガマ怖いけど行ってきます。はい、到着したんですが、めちゃくちゃやばいところにあります。近くにボムがいます。トカゲは絡んでこないみたいで、絡んでこないよな。あ、コウモリが絡むんですよ。コウモリが絡むどこで戦えばいいんだもうここでやるしかないな。大丈夫大丈夫、いけるいける。わー、レッツゴー。嫌な気配。何ですか敵は。あ、骨、ナイト相手に骨ですか。いいんすかいいんすか骨とか余裕なんですけど、ナイトにとって。ホーリーサークル撃ちます、セプルカー撃ちます、マジスティ撃ちます。てか、なんかバイオで死にそうなんだけどまずバイオで死にそうなんですけどちょ待って、はい、ケアル撃ちます。もうこれでこいつ何もできないでしょ。ランパートとかもできちゃうよ。パリセードってなんだっけ、パリセード、発動率、縦発動率アップ、ステラバースト。あ、そういえばメンバーはプロマシアメンバーにしました。ミルドリオンとプリッシュとウルミアと、あと見えないけど、どこ行った、あいつどこ行った、チェルキキ、あ、いた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 。はい、あ、もう余裕ですねこれ。なんか武器ウェポンス、ウェポンスキルクエストの中では一番難易度高いらしかったんですけども、まあ多分場所が悪いんだろうなそれ多分地形的な問題だと思う。敵はまあ大したことないですね。まあこっちがナイトだからってのもあるんだけど、完全にナイトにとってね、こんなに楽な敵いないからね。さて、倒したんでタッチしていきましょう。ほい、余裕ですと。まあ両手っこのウェポンスキル覚えても何のジョブで使うのっていう話なんですけどね。まあ正直な話、基本的に両手コン使う、職業って、あー、またまたフェイスの話してる。両手コン使う職業って殴んないもんな、後ろでなんかぶっ放してる職業だもんな。召喚とか黒とか学者とか。あら、試練をくぐり抜けて一皮むけた猛者が帰ってまいりましたわね。珍しく褒められてる。新しい技はひらめきまして。え、何もひらめなかったんですって。ああ、もう絶対絶命感が足りなかったんじゃなくて、まあ楽勝だったからなあー、ナイトで行っちゃったからな、骨相手に。しょうがないですことね、私がひらめいた技を教えてあげましょう。
絶対絶命ピンチの時、どこからともなく美しい女神が現れてその技を教えてくれたことにしておきなさいねなんでそれ誰に説明すんの、それ何ですか、その素晴らしい技は誰に教わったんですかって誰かに聞かれることがあるってこと。おほほほ、また一人私のチームに素晴らしい逸話を携えた名選手が生まれましたわ。チームバリスタ、両手コンで戦う人なんてまずいないと思うけど、楽しみですわ。魔導士によるドンキ格闘大会何それ、魔導士関係ないじゃん。今時の魔導士は殴り殴られて血まみれになって強くならないとね。やだそんな魔導士、まあ、たまにそんな白魔導士いるけどな、ウスって言われる人たちがいるけどな。今どうなんだろう、割とそれがメインだったりするのかな。レトリビューションを得得した。レトリビューションか、今両手コンなんか持ってたっけ、なんかしらあるような、なんかしらあるような、ああイリダルスタッフ、増えたなーいつの間にか増えてたなー。はい、レトリビューション TP ダメージ修正、連携属性、重力振動、それだけ、何の説明もないの、ダメージってだけ他にこうやってね、相手に与えたダメージを MP に変換とか、なんか特殊なことは結構書いてあんのにね、光属性または闇属性のダメージ、なんだそれ。はい、単なる本当に物理で殴る技なんだなこれじゃあちょっと見てみましょうか。うん、なんか専用の殴る両手コン買おうかな、ついでに。はい、3000% 溜まりました。じゃあ見ていきましょう。敵がちっちゃちっちゃ、レトリビューション、光りすぎてよくわかんない光りすぎてよくわかんない。ダメージは1351、いやーやっぱサベッジブレードでいいだろう両手コンって骨には強い武器のはずなんですけどね、3000溜めてもそれはちょっと微妙だな。ちょ、もう一回撃ってみよう、もう一回撃ってみよう。さっき光りすぎてよく分かんなかった。レトリビューション、あ、手に持ってない手に持たないで振り回してんだ、ね、プリシの蹴りの方が普通に強いじゃねえか、なんてこったい。うん、使うことはないかな、残念だ。はい、まああっさり取れちゃって時間がだいぶ短かったので、前にね動画にできなかったサベッジブレードの方の、ストーリーをお見せしたいと思います。動画うっかり録画してなかったんでね、はい、これ結構いい話だったんでおすすめなんですよ、ぜひ見ていただきたいので、このねよく街中にいる詩人さんに頼めば歌ってくれるんで、はい、じゃあ歌ってもらいましょう。サンドリアクエスト、あ、これですね、秘めた破片3つあるぞ。1がとりあえず受けるやつかな、じゃあ見てみましょう、頼むぜ。2なんだろうな、断った話かな、 あの後ろの鎧がちょっと怖いね、ほう、なかなかの腕前と見る、とぼけることはない、片手剣の扱いの話だ、その腕の筋肉のつき方を見ればわかるものだ。鎧の上からもわかるんですか、すごいな、結構細いけどな、こうやって見ると私の腕、剣の心得のあるものならばな。だがそれではサンドリアで開催される剣技大会では予選突破も危ういだろう。レベル高えんだな本当に。なぜかだと、やはり興味があると見える。剣技大会に出るものなら皆最低でもあるレベルの技を習得しているからだ。その技とは、もったいぶるねクリルラ様、定時の巡回が完了しました。特に異常はありません。そうか、ご苦労。では次の舞台に引き継ぎをし休息を取るがいい。はっ、そこの人たちも使えるのか。クリルア様、なんだ、任務は終わったろ。この冒険者は、気にすんなよ、友達だよ。剣技に関してはなかなか見込みがありそうでな、一つ私がより高みを見せて次回の剣技大会の特別枠に推薦をと考えている。本当にやってくんないかな、その剣技大会絶対面白そうなんだけどな。まさかあれをこの冒険者に。あれをってなんだ。お前たちも泣きながらやって、泣くな潜在消し終わんねえで泣いてたのかな。だがあの涙が今のお前たちを作ったのだ。それはお前たちも否定はしないだろう。片手剣は楽な方だろう。
スウェイの方がよっぽど大変だったぞ。それはそうですが、相手は冒険者ですから、ほどほどに。お前たちに言われなくても分かっている。さあ早く休むがいい。休息も騎士団の重要な仕事の一つだ。はっ、休むことをせかしてくる上司あんま見ないよな。まったく。話が途中になったが、もしその気があるなら先ほど話した技の習得に協力してもいい。心配することはない。今から渡す剣を手にして戦うだけだ。この剣お前に力を貸してくれることだろう。だがこの剣がその力を発揮しなくなる時が来る。それこそが剣を持つ者自身が成長した証なのだ。さあどうする。お前やりますけど。あ、これは別にやめておくでもいいのかな。もう終わってるしな。どんなこと言われるのか見てみよう。まだ心の準備が整わぬか。だがそのような決断力の鈍さは戦においては命になると、命取りになるぞ。気をつけるがいい。怒られちった。そりゃそうだろうな。なんかこいつ覚悟ねえなって思われちゃうもんな。はい、じゃあ2番見てみよう。2番なんだろう。断った話かな。2番お願いします。このぐらいのことではまだまだという顔だな。さすがだ。この剣の刃こぼれを見ればどういう戦い方をしたかがわかる。成長したな、リオルス。あ、そっか、潜在を落とし終わって報告して、で戦いに行く前の話か。あ、オッケーオッケーオッケー。だが前だ、最後の試練がの待っている。これは自らの成長を証明する時でもあるのだ。騎士団見習いには2人1組で向かわせるのだが、だがお前なら1人でも十分だろう。なんだいなんだい。ここにある試練の地図を持ち、竜茶道へ赴き試練の書を手に入れるがいい。そこでお前の真の力が試されるゆえ、最大限発揮できるよう準備を怠るなよ。これ大変だったんだ。行くの捕らえるサパラはもう必要がないだろうから、こちらで扱っておこう。では健闘を祈る。前さっきのウェポンスキルクエストの敵が最強に強い敵だったんならば、こっちは最強に生きづらいところにいるボスらしいんですよね。うん、ほんと大変だった。行くのなので動画にできなかった。はい、じゃあ秘めたら破片3見ていきましょう。これがクリア編ですね。なんかアルテパゲートっていうのをなんか4つぐらい開けに行かなきゃいけないんです。ほんと大変だった。しかも30分以内っていう時間制限もあるし。さすがダリオルス、ついに習得したようだな、あの技を。しかしだからといって今のお前が剣技大会にてやすやすと優勝できるというわけではないのだぞ。まあクリルラさんが優勝したんだよね。うん、でその時の代償に片目を失ったんだよね。はい、ちなみに2位がトリオン王子ですね。王子に勝っちゃったんだよこの人、片目を犠牲にして。私はあの時、かつての剣技大会の時、自分の力を誇示したかった。自分が誰よりも強いと証明したかった。うん、それは己の弱さに向き合いたくなかったからなのかもしれない。決勝戦において私の振りかざした剣がトリオン様の剣を砕き、その破片が私の瞳に傷を、痛いこれが片目になった、原因ですね。あの時の私の剣の振りは明らかにいつもと違っていた。故に自分でも己の剣の動きをつかめなかったのだ。間合いが重要となる騎士にとって片目とはいえ、視力を失うのは生命線を絶たれても同じなのに、まだ、騎士団長やってるってことは血の滲む努力をしたんだろうな。うん、固めで。すごい人だよ。だが私はお前がこなしたこの試練に耐え抜き、独自の間合いを得得した。そして悟った。目に映るものを信じるのではなく、相手の心を感じ取るのが肝心だと。心の目で見ようってやつ。その分だとやはりまだ兄上との勝負はついていないようだな。で、ここでそう弟様が出てくんのよこの展開熱いよね。めちゃくちゃ熱いよこの展開。ビエージュ様、いつからそこにいらしてたんですか。今来たところだ。珍しく神殿騎士団長が定期報告に遅れたものだからな。そこにいますねそう、昔のこと熱く語ってるうちに報告するの忘れてたんですよこのお姉さん。あ、ビエージュ様、これは失礼しました。私から見ると君はまだ自分に無理を強いている。必要以上に私が無理をしている。失礼ですがそんなことはございません、ビエージュ様。兄上も君と同じだ。
あの時の破片はお互いまだ刺さったままなのかもしれないな。その心に、あこのヒールよ、破片が刺さってんのよ、お互いのハートに。そして永遠に間合いを取り続けている。今のままではアニメと君との勝負はいつまで経ってもつかないと私は思う。勝負ついてない、クリルラさん。その時は一応クリルラさんが勝ったみたいだけど、多分トリオンさんが引いたんだろうな。うん、私が口出すことではなかったな。すまない、今のは忘れてくれ。急いで報告に来るがいい。はっ。ん、クリルラ、君が先ほど言っていたな、相手の心を感じ取るのが肝心だと。その言葉の意味を君自身もう一度考えてみる必要があるのかもしれないな。クリルラさん、トリオンさんのこと思ってたんだっけ、確か。なんかいい絵があるんですよね、トリオン様とクリルラさんのなんかダンスしてる、イラストが、あのダンスパーティーみたいなので、ドレス着ちゃって、はい、言葉の意味なら分かっている、分かっているからこそ思うところある。クリルラさん、私は片方の瞳と引き換えに大事なものを得たと思っている。あの時の私のまま戦場に赴いていたなら、今ここにはなかったかもしれない。おお、なるほど。おお、何何。だが剣を握るということは、その結果全てが己に返っていくということだ。そしてそれは大抵重く鈍い痛みでしかない。ああ、剣を持つとき心にも一方の剣を持てっていうやつ、どっかで聞いたことあるやつ。お前に私と同じ思いはしてほしくない。残念だが剣技大会の話はなかったことにしてくれ。お前ならばその腕を良き行いに生かすことができよう。お互いその志は忘れたくないものだな。いや、ちょっと出たいんですけどね。その剣技大会出たいな。はい、というわけでね、あのピエージュ様が出てきて兄貴のことを語るっていうのはね、すごいいい話なんだよ。なんでこれちゃんとリアルタイムに私動画にしなかったんだろうな。動画にしなかった時に限ってなんかいい話出るんだよね。はい、というわけで、はい、無事レトリビューション覚えまして、はい、サベジブレードも昔に撮りました。はい。はい、まあレトリビューションは使わないと思うけど、サベッジブレードはもうこれからバンバン使うと思うんでね。うん、ありがたいこっちゃです。はい、では、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやー、でもそろそろちょっと新しいウェポンスキル覚えていきたいんだけどな。侍のな。